伊豆下田の上原美術館では、特別展無冠の仏像伊豆静岡東部の無指定文化財を開催中です。日本では仏像ブーム、国宝ブームと言われますが、多くは国宝や重要文化財など指定文化財に関心が集まっています。そうした文化財は過去の研究によって見出されたものですが、日本各地にはまだその存在を知られず伝えられたものが数多くあります。上原美術館は開館以来39年にわたって伊豆の仏像調査を行ってきました。調査の結果、文化財指定を受けた仏像がある一方、信仰上の理由から指定を受けない仏像、新たに発見されたばかりの仏像も多くあります。こうした文化財指定を受けていない無冠の仏像も、美術史や地域の歴史を考える上で貴重なものです。本展では伊豆静岡における仏教美術調査の最前線にある当館が見出した仏像を厳選してご紹介します。知られざる仏像、神像の数々をぜひご覧ください。威厳に満ちたこの毘沙門天像は、裾野市光明寺に伝わる平安仏です。肩を張り、腹部を充実させ、腰を絞る体、腰と首を強くひねる動きは迫力に満ちています。本尊はその力強い造形から平安時代11世紀の作と考えられます。構造は頭や体、両手肘までを針葉樹の一材で作る一木造りで、内塗りのない構造は古様です。肘先や足元、邪気は候補ですが、その全体からは平安時代の力強い造形が立ち上がります。また光明寺には中世の大日如来像と伝阿弥陀如来像も伝わります。人肌を感じるような肉感表現、個性的な面貌が印象的で、室町後期から桃山時代、仏を作ることで庶民に仏教を伝えた端正派の作仏聖によるものと考えられます。本展にて道外初公開となる光明寺の仏像群は、古代から中世にかけて富士山麓の仏教史を紐解く上で重要となります。崇徳寺に伝わる仏像群は、今年伊豆の国市教育委員会と当館による共同調査により見出されました。等身大の立像2体はそれぞれ口を開閉しており、2点あるいは四天王といった天部であると考えられます。大きさや一木造りによる作風は古様で、大掴みで力強い表現から11世紀の像と考えられます。通常仏像を作る際には上質な木材を用いますが、本像では顎や腰の前面に木芯が通る曲がった木材を使用しています。こうした特徴は創業像にも見ることができます。本像には願望や腰に大きな節があり、それらが厳しい要望を浮かび上がらせます。
石や鱗など彫刻として良質ではない木材を用いるのは神聖な霊木を意図的に選んだためと考えられます。これらの像は僧の姿をしたかみ僧行信像の可能性も考えられます。本展ではその他如来像を展示しています。本像も長い時を経て大きく破損していますが、立つ姿には優美な気品が漂っています。これらの仏像がある崇徳寺は江戸前期創立の寺院ですが、伊豆の地師図州志向には崇徳寺の前に千光寺という寺院があり、そこにあった仏像はすこぶる古物と記されています。崇徳寺近隣には7、8世紀の史跡が集中しており、この像も当時花開いた仏教文化の流れにあると考えられます。この2つの像は三島市安久の長福寺に伝わる三島最古の仏像です。最近まで三島市内の平安仏は存在が知られていませんでしたが、令和元年三島のお寺巡りの会と当館の共同調査により初の平安仏であると確認されました。現在長福寺では薬師如来を中心にこの2像が両脇に立つ三尊として祀られています。如来像は頭と胴体を一材で作る一木造りのお像で、堂々とした立ち姿が印象的です。11面観音像も元取りの上から足元まで一材で作る一木造りで、腕先や足先は江戸時代に補われた後、近年にも修復されており、古くから地元で大切にされてきた仏像であることがわかります。三島市最古の貴重な仏像ですが、古記録では長福寺が古く薬師堂であったと伝えられるのみで、多くが謎に包まれており、今後の研究が期待されます。富士山麓裾野市茶畑地区の茶畑浅間神社に伝わる神像です。一材で作る小さな像ですが、前後左右に四面の顔を配する特異な姿をしています。頭髪と正面の地物衛門を墨で描いており、長い頭髪から女神像と考えられます。同様の像は同社にもう一体存在していたことが知られていますが、現在は行方不明で、その他の作例は知られていません。山梨県南アルプス市の浅間神社には3体の女神を背中合わせに配する神像があり、平安時代に富士山の神がこのような姿と考えられていたのかもしれません。同じ茶畑浅間神社に伝えられるのが、神域や神前を守る二体一対の随神像です。一方のみひげを表しますが、他方が首を大きく曲げて右を向くのは他に例を見ない姿です。太く堅実な造形から平安後期の像と考えられますが、静岡県内からは古代の随神像の報告がほとんどなく、本像は貴重な作例です。一面六臂で右膝を立て、
右手を頬に当てて治癒する姿の如意輪観音像。30年に一度開帳される秘仏です。本尊は江戸時代にその姿から馬頭観音と考えられたため、お堂には馬を描いた絵馬が多く奉納されています。針葉樹の一材で胴体を作る一木作りで、腕と左足を別に作って寄せています。左足の同心円状の衛門やしのぎが立つその表現は古窯で10世紀の像と考えられます。10世紀に遡る如意輪観音像は、東日本では本像以外存在を知られていません。上原美術館近くの山あいの小さな集落にある本尊は、伊豆の仏教文化の豊かさを今なお伝えています。伊豆の国市の国清寺には300点を超える彫刻の断片が伝えられています。国清寺は関東管領の上杉憲明、あるいは畠山国清を回帰と伝える臨済宗の寺院です。室町幕府三代将軍足利義満の時代に関東実設に列したと伝えられる伊豆屈指の名刹です。断片には等身大の天部像の足、僧侶や菩薩、人物の面部、文殊、普賢菩薩像が乗る像や獅子の部分など、さまざまな部位が見られ、その仏像群の壮大さが想像できます。とりわけ怪奇像の可能性がある側体姿の男性像は、これまで伊豆には存在しないと言われた中世の武将像の可能性があり、今後の研究が期待されます。本展ではそのほか、河津町の臨済寺に伝わる10世紀の観音菩薩像、同じく臨済寺より令和元年の調査で見つかった鎌倉時代の観音菩薩像、河津町の慈福院に伝わる平安時代の吉祥天像、南伊豆町の西福寺に伝わる平安時代後期の薬師如来像、西伊豆町の円城寺に伝わる平安時代の不動明王像など、伊豆や静岡東部に伝わる知られざる仏像や神像をご紹介しております。それらは文化財指定を受けていませんが、いずれも地域の歴史を知る上で欠かせないものです。美術館、博物館ばかりではなく、周囲の地域に目を向けてみると、歴史を語る仏像や神像が人知れず存在しています。特別展無冠の仏像は2023年1月9日まで無休で開催しております。本展をご観覧いただき、地域に眠る歴史や文化にご注目いただけましたら幸いです。